アメリカ旅行のベストシーズンはいつなのか、その選び方を教えましょう。 Far West Life。 皆さんこんにちは、マサです。今回の動画はアメリカ旅行をする時のベストシーズンはいつかっていう話をしたいなと思います。日本から来てる旅行者の人に一番よく聞かれる質問っていうのが、実はアメリカ旅行のベストシーズンはいつですかっていうふうに聞かれるんですよ。これね、結構な確率で聞かれるんですよね。僕が思うベストシーズンの選び方っていうのを教えます。アメリカに旅行に来ようかなっていうふうに予定をされている方は、この動画最後まで見ていただいたら、アメリカ旅行に来るベストシーズンっていうのがいつなのかっていうのをね、参考になると思いますんで、ぜひ最後まで見てください。僕のチャンネルではアメリカで人生を楽しむっていうことをテーマに、自身のアメリカ生活、それからアメリカ生活の役立ち情報、そして、海外の体験談とか人生の価値観などを配信しております。もしアメリカとか海外生活に興味ある方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではアメリカ旅行のベストシーズンはいつなのか、これはね、答えは一つではないと僕は思ってるんですよ。で、それはどういうことなのかというと、もちろん旅行に来る、場所とか、自分の目的によってそのベストシーズンというのが変わってくるからだと思います。季節によっては良かったり悪かったりする場合もあるんで、順番にちょっとね話していこうかなと思ってます。で、大体ガイドブックとかに載ってる観光地の綺麗な写真っていうのは、夏に撮ってる写真が載ってることがやっぱ多いんですよね。なんでやっぱりそういうことを考えてみたら、多くの人がやっぱ夏がベストシーズンなんじゃないかなっていうふうに、思ってる人多いと思うんですね。で、夏のいいところっていうのは、もちろんね、あったかいっていうのもあるんですけど、やっぱりポストカードとかガイドブックとかに載ってるような写真が一番撮りやすいんですよね。で、いろんなそういうポストカードとかね、ガイドブックとかに載ってるような写真って大体夏に撮られてることって多いんですよ。そういった場合って、夏はいい写真とか撮れたりするんですよね。ただね、デメリットもあるんですよ。で、何かって言ったら、例えば、僕が住んでるラスベガス、めちゃめちゃ観光地ですけど、夏は40度とか超えてめちゃくちゃ暑いんですよ。で、夏でやっぱり大変だなと思うのが、暑さと、あとね、いろんな人が旅行に来る時期、集中する時期でもあるんで、めっちゃ混むんですよ。例えばアメリカ人も学生とか全部夏休みなんですよね。そうすると、家族とかで休み取って、そういうグランドキャニオン行ってみようかなとか、ラスベガス遊びに行ってみようかなっていうような感じでめちゃくちゃ混むんですよ。で、さらにそういう地元のアメリカ人とか、ね、だけじゃなくて、ヨーロッパ人とかもバカンスの時期なんで、フランス人とかドイツ人とかめちゃくちゃ来るんですよ。もちろん日本人もそうですよね。夏休み入ったらいっぱい来ますよね。特にお盆とか日本人にとってはそういう時期だと思うんですけど、めちゃくちゃ混むんです。だから、何が言いたいかって言ったら、そういう観光地の写真だけ見てたら、あ、いい時期かなとか思いがちなんですけど、もうゲートまですごい渋滞で車が並んでるとかね、あと観光地行ってももうそこら中に人がいて、写真撮ろうと思っても全然人が入ってしまって、自分の思い通りの写真が撮れないっていうようなこととか、でさらにもっと言うと、レストランとか行った時にすんごい混んで並んでて、なかなか食べ物が買ったり頼んだりできないっていうようなこととかもしょっちゅう起こるんですよ。自分がそういったことも全部情報も得た上で、人がいてても自分はこんだけちゃんと、観光の時間も考えてこの夏の時期を楽しむっていう人にとっては夏がベストかもしれません。じゃあ反対にね、冬はどうなのかっていうことなんですよ。で、冬は冬で全然人がいないんですよ。冬はね、空いてるっていうのはメリットかもしれないんですけど、例えば雪がすごい積もったら道路が封鎖になったりとか、観光地でね、ハイキングとかしたいなっていう人とかは、そういうトレイルがですね、ハイキングするところが凍りついたりして封鎖になって、夏やったらいけたのに冬だったらいけないっていうようなね、こう制限とかはあったりする場所も多いんで、目的によっては冬もちょっと厳しいかなっていうのもあると思うんですよ。ただ、人によってはそうですね、よくあるのがね、リピーターの人、例えばグランドキャニオンとかもそうなんですけど、もう何回も行ってて好きなんだけど違う写真を撮りたいなと、普通のそういう典型的なポストカードとかガイドブックに載ってる以外の雪景色の写真とか
あんまり見ないですよね。なんで逆にそういったところをついて雪景色の写真を撮りに行きたいとかね、珍しい写真を撮りたいとか、まあ、そういったリピーターみたいな人とかにとってはそういった雪のね、観光地っていうのがもしかしたらベストシーズンに入るかもしれないですしね、はい。であと残ってるのが、まあ、春と秋なんですけど、で春はですね、夏ほど暑くない、で冬ほど寒くない、だん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 暖かくなってきてるね、ちょうどいい時期なんですよ、気候的にもね。ただね、スプリングブレイクっていうのが春にやっぱあるんですよ。まあ週によっても変わるんですけど、まあ、3月入ってからちょっとしてから、まあ、4月の上旬ぐらいまでかな、あのスプリングブレイクって言ってね、アメリカの春休みがあるんですよ。でそうなるとまた学生とかが休みになるんで、あのみんな旅行に来たりとか家族で休み取って来たりとか、いう場合があって、多少そういった春休みの時期は混んだりしたり、まあ、なのでそういう卒業式とかの時期がこう終わった後とか、まあ、あの4月とか入ってからだと、あのゴールデンウィークは混みますけど、その前とかは結構安いんで、あのパッケージツアーの人とかが安く来れるっていう、まあ、メリットとかもあるんで、あのそういった時期だと気候的にも涼しいしいいんですけど、なかなかね、その時期に休み取ってて難しいですよね。年度がこう4月からこう始まるんで、まあ、入社式があったりとかね、そういう入学式があったりの時期なんで、まあ、あの来れるんだったらまあ4月とかでもいいんですけど、まあ、ゴールデンウィーク明けとか暑くなる前ですよね、夏に入ってしまう前の、まあ、5月の真ん中ぐらいとかが、まあ、ちょうどいいかなとは僕は思いますけどね、はい。まあ、そういった春の時期に来ようかなって予定してる人は、まあ、ゴールデンウィークの前か、まあ、ゴールデンウィークの後ぐらいかな、ちょっと航空券とかも安くなったりして気候的にもまあいいような時期を狙うのがいいんじゃないかなとは思います、はい。であと最後ね、秋なんですけど、まあ、僕個人的にはあの秋がベストかなって思ってます、実は。まあ、これはあくまで個人の意見なんですけど、でなんでかって言ったら、ヨーロッパ人の旅行者も来ないし、で地元のアメリカ人とかもそういう夏休みとか春休みほど団体がこうガバって来たりするような時期でもなく、かといって夏よりも暑くなくてだんだん涼しくなってきて過ごしやすい時期でも冬よりは寒くないっていうね、まあ、気候的には僕すごい好きなんですよ、秋がね、まあ、なので僕の中では結構狙い目は秋かなって思ってます。これもねちょっとぜひ参考にしてほしいなと思うんですけど、アメリカっていうのは実はサマータイムと、冬時間っていうのがあるんですよね。これね10月過ぎて11月の最初の週とかでだいたいいつも変わるんですけど、でそうすると夏時間ですね、サマータイムから冬時間になるちょっと前とかは一番涼しくて、しかもギリギリサマータイムの時間で観光も楽しめて、そんなに混み合いもなく、まあ、夏とかに比べたらそういう飛行機代とかも安いと思うんで、かなりそこが狙い目だと思ってます。ただ逆にですよ、逆にお金をちょっとセーブしたいな、安くしたいなっていうような感じで、旅行を考えてる人とかは狙い目はですね、サマータイムが終わって冬時間になってからなんですよ。冬時間になってすぐの秋、これなんでかって言ったら、夏時間ね、サマータイムから冬時間になったらホテル代、特にラスベガスとかそうなんですけど、冬の価格になるんですよ、冬時間の価格になるんですよ。そしたら結構値段がね下がるんですよ。旅行費をできる限り安く楽しみたいなっていう人は、わざとこの夏時間が終わってすぐあたりぐらいだと、まだ冬ほど寒くない気候的にもいい時期で、ホテル代とかも冬の値段になったりすることがあるんで、結構狙い目なんですよ。まあ、秋でもだから夏に近い秋なのか、まあ、冬に近い秋なのかっていうのでも変わってきたりするんですけど、ただこれはあくまでその旅行する人の目的によって変わるので、あの今僕が言ったことを全部含めて考えて、自分にとってのベストシーズンっていうのをしっかりと考えて予定を組んでください。 Far West Life、はい。それでは今回の情報役に立ったなって思ったら、ぜひいいね押してください。
またいろいろこれからも役立ち情報を上げていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは今回ご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイ。 Thank you for watching this episode of Far West Life. The channel's theme is having fun in America. I hope you got to know a little bit about America by watching this channel. Please subscribe to this channel if you have an interest in America, and let's enjoy the Far West Life.